予行演習しとこうか。うん、予行演習、うん、次行きたい国のな、うんうん、あはいはいはい、次行きたい国ね、うんうん、行った国で美味しいものを食べる前に、うん、一回作って一回作って、うん、そうで、ここ食べて食べて、はい、旅行行った先で食べたら、旅行行った先で食べたらやっぱり本場やねみたいなやつ、あやっぱり本場やねみたいなやつ、うん、見つけて、うん、行きたい国の、うん、行きたい国の食べたい食べ物、食べたい食べ物、それはもう食べ物やな、ほんならな、絶対コフレークちゃうで、コフレークちゃうな、ミルクボーイみたいな、ね、ランチパックで、うん、バインミーができるらしい。バインミー、おお、あベトナムのなサンドイッチね。そうそうそう、めっちゃびっくりするのがさ、うん、ランチパックの卵とな、うん、なんとランチパックのピーナッツ味を使うらしい。ピーナッツなんでやろうな。こんな感じでこんなおしゃれにできるみたいやで、うん、あそうなんや、うん、おうちカフェやもんな。そうや、うん、これやってみよう。じゃあ今日の夕ご飯は、うん、ベトナム旅行に行った気分になれるバインミーを作りましょう。はい、包み方が難しい。むずい、うん、ワックスペーパーって何や。ワックスペーパー、クッキングシートと一緒やん、ね、各自ランチパック、うん、これさ、2個入りじゃん。2個入りやね、間違えてな、余計買ってみても3人分ぐらいになるんちゃうから。サンドの3倍ぐらいクッキングシート、うん、じゃあ卵のランチパックから、うん、ワックスペーパーにランチパック、うん、卵を置き、片面にスイートチリマヨネーズの半量を塗ります。真ん中に置いて、真ん中に置いて、うん、塗りますと、玉ねぎと人参と、玉ねぎと人参を、人参と、うん、意外と小さいからいけるって、これ絶対いけるの、うん、玉ねぎと、うん、チリチキと、うん、ね、パクチーもうん、パクチーで多分あれな、ベトナム関係で、ベトナムの人だけどパクチー食べないと思うらしいからね。そうなの、知らん適当かこのレタスね、これをまた塗って、うん、で、こうやん、うん、ほら、こんな感じ。ソースもうちょい欲しいな。まず、うん、紙の両端を切って、うん、こういうふうに真ん中で合わせます、うん、これを反対側に横に、うん、上に伸び目を2回ぐらいで、これで畳む、うん、で、縦に向けて、うん、包んでいくんだけど、折り込んでいく。見た目はこれ包むのに力入れすぎてるけど、はい、できました。結構ね、見た目は綺麗ね。うん、上の方がなんかこうなんか山太鼓みたいな山太鼓みたいな皮肉なってるけ私のはこんな、うん、私のはね、綺麗にできてるね、うん、いただきます。僕、紙から出さな、あれなんかおしゃれさ、一瞬そうやな、一瞬で、一瞬でなくなる。アウトドアするときに、うん、持っていくにはいいかもしれない。
ベトナムなんですよ。ん？ベトナムに行った気になる。ピーナッツがすごい攻めてくる。あ、めっちゃ美味しいわけよ。口の中で混ざった瞬間にすごい美味しい。バインミーってでも食べたことないから分かんない。食べたよ。ん？沖縄で。うん。沖縄旅行2018かな。うんうん。ああ、またどっか。なんかここら辺に、うん、貼っとこう。チキンじゃなくてエビでも美味しそうだね。エビのスイートチリマヨネーズ。ああ。はい。豚とかでも美味しそうだな。美味しいわこの周りの。手軽に食べれる大きさですね。うん。卵はそんな攻めてないけどピーナッツがいい感じだね。うんうん、これで予行練習できたね。うん。次本番。次本番行って本番の場合にね。うん。はい、というわけで本日はですね、山沢キッチンのおうちカフェレシピ、ランチパックを使ったバイミー風サンドイッチのご紹介でした。これぐらいやったらほんまに、ね、休みの日なんか簡単に作れるんで、一度ね試してみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃ美味しかったです。ピーナッツのね、あの風味をね、ぜひ味わってみてください。はい、というわけで本日の動画は以上となります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴムビーゴーでした。グッバイ。